あ、皆さんこんにちは。ですね、予定よりも5分早いんですけれども、宇沢さんが長く喋らせようと思いますので、アクシエージア東京2015の前夜祭を開催したいと思います。あ、もういいですよ。ですね初注意を、改めて、行いたいと思います。まず飲み物ですけれども、皆さんの座っておられる後ろの方に、各種飲み物が、ありますので、そちらの方ご自由にお取りいただいてお飲みください。あとですね、会場の方が若干混み合ってきましたので、皆さん詰めて、座っていただくようお願いいたします。あとですね、飲食なんですけれども、飲食は原則この部屋の中だけで行うようにしてください。なので、欲張って飲み物をたくさん取って残されてもちょっと困ってしまうので、取った飲み物とか食べ物は全部、完食していただくような感じでお願いいたします。あとですね、どこだろう、あちらにいるような人が着ている、世界的に有名なブランドのような T シャツと、このアロハシャツを着ている人と、あとこの腕章をつけている人が、今回の FC のスタッフになっておりますので、何かお困りのことがあったら、そこら辺にいるそういう人を捕まえて、困ってるんだけどって言ってください。皆さん、そういうのが楽しい FC につながりますので、よろしくお願いします。それじゃあ早速ですけれども、宇沢さんに、前夜祭一発目のトークをお願いしたいと思います。よろしくお願いします。みんな叫ぼうで、拍手はいい、酒を持つんだ。みんなよく来たな、ここがヤプシーエイジアだ。今日は僕のライブに来ていただいて本当にありがとう。僕はもう3杯目だ。みんな飲んでるか。俺は4杯目だ。こういうヤプシーエイジア初めてか。みんな肩の力抜いていこうぜ。これは前夜祭だからね、本編のトークじゃないからね。ちょっとこういう風なね、トラッシュな感じのトークでいきたいと思う。ぜひとも皆さん、明日から真面目に聞いてください。さて、初注意などもさっさとしていただいたおかげで、私はスムーズに始めることができる。じゃあちょっと始めちゃおうかな。いいかな。いいよ。乾杯。いいね、いいバイブスが伝わってきた。さあ、PHP 帝国の逆襲というトークをさせていただきますが、まあこのトークはヤジが OK なんで、どんどんヤジをいただいて、ヤジっていただきたい。え、何？まあどんどん笑っていただいてね、前夜祭ですから、こう楽しんでいってほしい、そういうふうに僕は思っております。え？殴り合いだよ。まあ僕がうずらですよ。まあ前夜祭一発目でね、お気づきのことはお気づきでしょうけれども、まあ東方の発表、去年と違って20分しかないんで、かなり飛ばしていくんで、ついてこい。ウェブ界隈で超有名な PHP、 みんなどんなものか知ってますか？知ってる人手挙げて。みんな知ってるじゃん。いや、もうこれ説明する必要性ねえな。時間ないから飛ばしますわ。僕の去年のトークを見てください。一番ね、去年ヤプシーで受けたっていうトークだと PHP なんですけどね。まあどんどんいきますよ。産業で言うと PHP ってのは Java のパールと HTML、JS を混ぜたようなテンプレートエンジンですね。ゆるふわな言語でございますよ。ソフト、ソフト。で、まあゆるふわ言語って言いますけど、最近の PHP は真面目に使うとゆるふわでもないっていうのは実際のところなんですよね。まあでもゆるふわにも書くことはできる。そこら辺をね、自制心を持って、まあ取り組んでいくのは正しいピチパーのスタイル。で、 PHP 帝国の逆襲とまあ書きましたけど、私は残念ながら前夜祭落ちしまして、まあもっと頑張ろうみたいな気分になっております。 PHP 帝国は人材を募集中です。ぜひとも PHP に参加していただける皆さんもどんどんこうジョインしていただいてね、それが私の望みです。お品書きです。時間がねないんでね、この中でね、どれがみんな聞きたいかっていうのをちょっと聞きたいんですけど、来たるべき PHP7 についての人。はい。エラーについて、HTTPDなるほど。BSR7、はい、お声が出た。あの人は今、はい、あの人は今多いな。なるほどね。じゃあ PHP7 の始めバージョン 7.0 の話をします。現在ベータバー3で、今年の冬ステーブルが出る予定です。いやー楽しみですね。 PHP6 はなかったことになりました。 5.4 と 5.5 はもうそろそろ使えなくなるので、皆さん気をつけろ。まずはですね、 RC1 が昨日出たんですね。めでたい。いやー去年見たことがあるスライドだこれ。
で、まあ産業で分かる PHP 成分です。倍ぐらい速くなって、使い方や構築方法が変わってなくて、文法がちょっと変わって C 拡張群が致命傷を負ったっていうのが PHP 成分です。速くなったのは大体倍ぐらい速くなったんですよね。まあ具体的に言えばこれ赤いのはね、最近の PHP で、左側が 5.6 なんですけれども、まあ2倍ぐらいになってるのが見て分かるでしょう。ほら、こんな感じで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 、こんな感じの質、まあ出典ここら辺なんで後で見ろ。まあなんで速くなったかっていうと、せっつかれた PHP の陣営が頑張って本気を出しましたと、最初から出せ、メモリ上の変数の構造がちょっと変わったりとか、まあ Z バルでググれで、代償として C 拡張変数が、あ、 C 拡張が結構全滅しちゃったんですけれども、まあ今後もね、これは速くなりそうで、これはまあ実得を見据えた感じのね、調整だと言われてるんですけれども、まあ期待大。はい、早くなった話は以上ですね。PHP 7でどんな風に変わったのかで、使い方変わったんじゃないの、なんか難しくなったんじゃないのって思うかもしれませんが、実はそんなことは変わってない。今まで通り、モード PHP は使えます、ご安心ください。ただまあ山は何年後に入るかは知りません。安定しているので今まで通り何も考えなくても使えて落ちづらいんですよ。まあ PHP が安定っていうふうに思う人もいるかもしれませんけれども、いないですか、大丈夫ですか。まあドラパーソンっていうスーパーのサイトがありまして、あれもまあ基本的にね、再起動のコマンドを歌いに過ぎました。おお、笑いがないな。HTTP の周りではね、 H2O っていうね、 HTTP が現れて、なかなかいい感じ。まあ PHP とそんな関係あるわけじゃないんですけど、ちょっと話題になりました。時間が余れば話します。ちょっとここは飛ばしまして、はい、PHP の非互換性の話をします。マイナーでも互換性が壊れることで一部に定評がある PHP ですが、まあメジャーなんでね、絶対壊れますよ。まあもうブロークンです。まあ前向きな方にこんな感じで壊れました。大物の非推奨関数がなくなったり、マニアックな箇所が変わったり、細かい文法が変わったり、予約語ができた。で、結構残念なのはやっぱ C 拡張がなくなっちゃったこと、あ、C 拡張が壊れちゃったことなんですよね。ここら辺まあ GD とかもできてたり、まあ PDO とかもちろんあります。そこにあるんですけど、メムキャッシュの D があるけどメムキャッシュはないとか、これ分かりますか、分かりますか。つらいね。まあ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 、まあメンテもされてないのはもうすごくそうなんですけどね。あのレディストア休憩がまだちょっと少ない。でまあこれからどんどん増えるはずなんですけど、まあどうなんでしょうね。この先、まあ、PHP が生き残るには、まあ、C が分からない PHP は待つしかないんですけど、 C が書けないって本当なのみたいなことを最近言われます。まあメジャーどころはぼちぼち対応されてるんで、まあ、C 拡張ガリガリ書いてきた方はね、まあ、こういう感じで C パンオーサーの方々とかどっかで聞いたことある話だなと思ってると思うんですよ。内部 API が変わってね、すげえ辛いみたいな話をね、分かりますよね。辛い。はい。言語都市の改善なんですが、非推奨は切り捨ててタイプヒンティング改め、タイプデクレアーション、まあ型宣言の、強化が進みました。エラーの取り扱いも強化されて、文法も追加されました。非推奨っていうのは、まあ、SQL 関数とか Eleg 関数がなくなりました。で便利闇機能であるとも、Pleg リプレイスの Eval がなくなったりとか、まあ、古代のこういう機法が消滅したりとか、まあこれはもう長いことね、文句言われてるんでね、それはなくなるよって話ですよ。まあ PHP 5.3 の人は辛いでしょうね。でまあ型宣言なんですけども、これはもともとタイプヒンティングと呼ばれてたんですが、名前が変わって、まあ、引数返り値の型を指定できるようになりました。まあ PHP の型なんで、型について詳しい人はちょっと黙っててください。でまあこれジャバいなって感じで、これ違反にすると例外があります。でついに7からスカラチが指定できるようになって、返り値も指定可能になりました。でこれがね、おしゃれでイント書きたいじゃないですか。で文字列の A 入れるとね、タイプエラーで、文字列の1を入れると OK っていうのがね、あ、 PHP って感じしますよね。どうですか、面白いでしょう。こう思ってたら、あ、違うんだよ。ちゃんとストリクトタイプってやつ入ってるんですけど、これちゃんとエラーになるんですよ。わかりましたか。もうただね、イントとフロードキャストはできるんですよね。でこれでね、こういう感じのコードが、要はイント1って渡してフロートの引数のとこ入ると、なんとこれがフロートに変換されて、イントのやつに再度渡すと元が1なのにエラーになっちゃったりして、まあちょっとまあ PHP らしいかなっていう感じしますね。お茶目。あとこれも嬉しいですね、返り値も指定可能。イントは返るって絶対指定できるんですよ。これいいでしょ、クールでしょ。 Java で見たことある。ああ、僕も見たことある。そんな感じで、残念注意ポイントとしてはね、こんな感じでユーズのとこに、要はクロージャーで書くユーズのとこにイントって書けるのはまだ使えないんですよ。これアルシバの時点なのか、この後もどうなのかちょっとわからない。アルシバちゃんと調べましたよ、一昨日で、昨日出ましたけど。ところでタイプに何が指定できるのって言ったら、アレとかコーラブル、要は無名関数とかクラスインターフェース名とかで、今回追加するのはイントフロートストリングブールですね。これすごいめでたいんですよ。まあこういうのはちょっと指定できません。これ要はファンクションの引数がこれで、返り値がこれみたいな、かっこいい書き方はちょっとできないです。でデートタイムの配列はどうだみたいなのも、まあちょっとできない。まあミックスドは書かなきゃいいですね。まあこれ PHP ドックの代わりになるかなと思ったけど、ここまではできないっていうのがね、将来的にはちょっと難しそう。
で、まあ、使った時実際速度どうなのか、まあ、なんとかバリデーションとか使ってらっしゃる方は気になると思うんですけれども、うん、まあ、こんな感じで割とそんなにまあ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 誤差じゃないですかね。 PHP ってこんな1000万回もループ回さないと思うんでね。で、まあ、試したコードはこんな感じで後で見てください。はい、致命的エラーのハンドリング可能になったんです。 PHP には例外とエラーの2つがあるんです。ご存知ですか？あ、知らない。知ってらっしゃる。どっちなのか分かんないですね。まあまあまあ、エラーには致命的なエラーと致命的なエラーがあるんです。で、致命的なエラーはハンドルがなかなか難しくて、まあ辛かったんですよね。で、7からはフェイタルを例外でハンドル可能と。で、まあ PHP のエクセプションというのは、まあ例外っていうのは皆さんのご存知のエクセプションです。エラーとは違う。で、PHP のエラーは真面目に話すと30分以上喋れちゃうんで3行でいきますけど、全体で1個しかハンドラーのハンドラーを登録できない例外みたいなものが、まあ、PHP のエラーです。致命的なエラーはスクリプトをそこで必ず終了させてしまって回復が不可能です。まあ、パースエラーとか、あの重複制限エラーとか、非存在の関数をコールしてしまった時とか、そういう時にエラーが出ますね。詳しく聞きたいですか？やめときます。そうですか。じゃあ飛ばさせていただいてですね。まあ、とりあえずあの不吉な数字の13で終わりです。長く続いてきた問題として、まあ、他の言語に致命的なエラーがちょっと範囲が広くて、まあ、eval があんまり得意でなくて、リカバリーができないのは結構つらい。あのデストラクターが読めないとかね、白い画面をめっちゃ出ちゃってかなり厳しいみたいなところがあったわけですよ。で、まあ、でも PHP7 からはエラークラスっていうのができて、それを親としたクラスがまあ例外で投げ込まれてくるので、致命的なエラーの大体全部が例外することができる。まあ、例外、その例外中の例外としては、前は例えば最初のコードでパースエラーとか、まあどうしてもさすがに無理みたいなところですね。で、最後までキャッチされなかった10代のエラーに変換されます。これは何というか、あのコンパチのためですね。はあ、疲れた。うまい。これによって PHP はね、あの地味に不得意なかっこいい500を出すっていうのがね、まあできるようになるかもしれないかなとか、あとめたいコードが書けるとかね、あとコールバックス関数をすごい使うような時に便利なんじゃないかなと思いますし、デモを書くという基地が見たこともできますね。あ、言っちゃいけない、これ P は後で言いますよ。なかなかね、まずいこと言ってしまいましたね。で、ちなみにこんな感じですよ。存在しない関数をコールするとエクセプションじゃない、エクセプションではなくて下のエラーに飛び込むと。このコードは日本語が書かれてますけどバリッドです。ちなみにノースワーニングは、例外になりません。例外をキャッチしないで終了しちゃうと既存のコードをぶっ壊しちゃうので、これは、今まで通りセットエラーハンドラーを例外に変換することは可能なので頑張ってください。お、難しいこと言ったらみんな静かになっちゃった。それともね。で、先取りディス情報なんですけど、ピチパイエルファなんで、こういうワイルドカードを使って全部握りつぶしがちなんですよ。で、安易にエクセプションサブクラスを使うと、まあ、イルファピシパーの命が危ないわけですよ。ってことでエクセプションの親クラスとしてスローアブルができて、まあどっかの言語っぽい。で、まあそうすると、まあ実はエラーエクセプションって例外実はもともとあってですね、 PHP の元からあるエラーとエラーという新しい例外クラスとエラーエクセプションという新しい例外クラスが混在して、ダサいな。まあ今後こういうこともあるんですけど、ないようになってほしい。つらい。はい。で、文法の追加なんですけど、まあ、なぞなぞ変数と、あとこれ UFO 演算子って呼ぶんですかね、スペースシップ演算子とか言われてますよね。あと無名クラスの追加。なぞなぞ演算子っていうのはこういう、まあ、一番下の行だけ見ればいいですが、まあ、パールではありますけれども、要は塗るとか、まあ、問題があるものだったら右側の右辺が入るみたいな感じでね、これはすごく便利。未定義変数に触ってもエラー起こらないので便利です。で、 UFO 演算子は Ruby のあれです。相当が便利になります。まあ、こんな感じで複数のカラムを指定することもできるんでね、皆さん相当がとても便利。まあ、僕はあんまり使わない気がします。で、無名クラスに関してはインラインで即時インスタンスが生成できるクラスです。 DI とか最近流行りなので、まあ、DI とか書いてますけど、皆さん正しい DI と PHP の DI は違うかもしれないんで省略します。まあ、こんな感じでロガーをね、いきなりそこでパッと作ってパッと投げ込んだりとかするときにすごい使えるんじゃないかなと。あと、まあ握りつぶしたりとかね、そういうことに使えるかもしれませんね。で、あと予約を追加したのは、これ実はかなりインパクトで、イント、フロート、ブール、ストリング、トゥルー、フォルス、ヌル、リソースとかあるんですけれども、このストリングっていうクラス名を使ってるあのプログラムって結構実はあって、これがね、あのケークなんとかっていうね、ワフがね、ストリングっていうのがあって、つらい。で、 PHP7 って ID の対応も実はもう来てて、もう使えるんですよね。素晴らしい。ってことでおしゃれになりますよね。で、盛り上がりの話をします。で、コンポーネントがどんどん進んで、 PHSR7 がまあこれから来るって言われて、まあ、ビッグプレイヤーがどんな感じなのかなって話をしてようと思うんですけれども、はい、え、あ、はい。まあ、とりあえず PSR とコンポーザーの普及で普通の言語っぽくなったんですよ。単体の ORM とかルーターとかテンプレートとか DI の活用が活発になったおかげで、まあ
シンフォニーとかオーラとかアウラとかゼンドフレームワークがどんどん出てきたおかげで、まあいろいろなこうモジュールを使うことができるようになった。パールっぽいですよ。前は PHP というかフレームワークでべったりなでっかいやつを使わないといけなかったのが、どんどんこうバラで手に入れることができるようになったんですね。まあなのでオレオレワフをどんどん作っていきたいという人もね、こう最高っていう感じになってきてます。でフレームワークはまあまだ死んでないわけですよ。皆さんあのご存知ケーク PHP とか、まあ、シンフォニーとか、あと有名なところで今ララベルとか、ああいったものの部分を使っていると、コンポーネントいくら使っていても、まあメジャーバージョンが上がったら、うん厳しいよね厳しい。まあそんな昨今あの入れそうな PSR7 の話をします。これは HTTP のメッセージクラスで、まあ、リクエストレスポンスを、オブジェクト指向で扱えるようにしていこうという話です。昔は、まあ、こういうのあったんですけれども、PHP は、まあ、フレームワーク前に命名にやっていたと。で、まあ、PHP の機能 自体の機能ではないですし、インターフェースでしかないです。これはこう提案されたものなの で PSR というものを皆さんご存知ですか。手を挙げて。あ、説明ちょっとしましょうか、ね、PSR っていうのは、まあ、有志による具体的な設計仕様の提案です。まあなんというかピチパーはすごい適当なものを適当に書くので、あのこう頭がいい人がこうやって書けっていうのをね、あのサジェストした方がいいわけですよ。で世紀末怒りの PHP デスロードに秩序を求める。あ、まあここら辺はね、去年の私の発表を見ていただければ説明しております。 PSR7 のメリットなんですが、まあオブジェクトを使うことによって PHP 独特なグローバル変数を触りまくる世界から脱却をまあ目指しているのかなと。あとアンダーバファイルズとかを OOP 的に触れる、関数触りたくないですよね。でまあちゃんとした実装だったら OOP アンダーバー、要はアウトプットバッファーを駆使するようなプログラムをする必要はちょっと減るかもしれない。でまあもちろん汎用、皆さんもまあ分かってますよね。汎用の目とかをね作りやすくなって、テスタブルだったりとか、あとサブリクエストを書きやすくなったりとかして最高ですよねとか。でミドルウェアとかもこれで作れるようになるんじゃないかなと期待をしております。でロギングとかもね、きっとこれでしやすくなるわけですよ。まあみんなグローバル変数をねこうダンプするとか最悪なことをずっとやってたわけですよまあ PHP で書かれた HTTPD とかもね、これで書きやすくなる気がするわけですよね。でデメリットや注意点としては、まあ実際やっぱり生でグローバル変数を触った方が早いんですよね。まあこれは仕方がないんですけども、あと結構ね触ってみて思うのは、インターフェースの API が生なんですよ。素手で触ると結構大変なんですよ。なのでやっぱり和風が使うものであって、素手で使うものではないような気がします。あとこれが重要で、セッションはこの中に含まれません、残念ながら。なのでウェブアプリを完全にサブリクエストとしてこう分割するには、うん、これだけでは足りないのかなっていう感じがしております。まあやっぱり自制心がない人はこれを使っても厳しいなということで辛い。まあ挙動もね、さっき言った通り仕様の話でしかないので、ちゃんと実装するのはすごい大変そうなんですよ。アウトプットバッファーをまあ普段から使いこなしている人は、まあ例えば100メガある CSV をダウンロードさせている人とか、そういう人はあのインスタンスの中にあのレスポンスを溜め込むことですごい懐疑的だと思うんですよ。まあ実際そういうそうな仕様もできちゃったりするんですよ。ただ例えば私のマイフェイバリットワフであるところの Slim3 の PSR の実装では、まあ PHP テンプっていうのを使っていて、これは PHP の組み込みのストリームラッパーなんですけれども、オンメモリに保持して2メガを超えるとファイルに書き出したいと、そういうことをやっています。まあ頭がいいというか、まあ、ちゃんとした、ワフであればこういう風なことをしてくれてるので、いい感じに使えるはずです。余談です。ストリームが最近、まあ、やっぱりサイズが予想しづらいボディを使うのにストリームを使うことが多くなってきました。まあ、カジュアルに我々は変数を使いたいですよね。あの全部のボディとかに PLEG でこう文字を置換したりとかしたいですか、そういう時代ではなくなっちゃってきていて、ちょっとまあ不便かもしれないかなと思っています。あと速度がちょっと不安ですよね。綺麗なのはいいけど、まあ、実装をいくつか見た結果なんですけれども、 WAF が明々実装しているので、まあ、なかなか泥臭いことをやっている実装もあって、要はあの場合によってはあのポストをそのまま結局入れてるだけだったりとか、どうなのかなって感じ。あと独自コンテンツタイプを送信するマルチパートとか WWWエンクフォームですかとかを使ってるやつはいいとしても、それ以外のやつはあんまり考えてなかったりとか、これは HTTP なのかっていうのがちょっとあったりしますね。まあなのでまだちょっと足場をこれで作るのは不安があります。まあ必須かっていったら必須じゃないですね。おしゃれなだけです、まだは。でもこれからこれがいいかもしれないっていうのは、あの皆さん触っていけば、あ、おしゃれだなって思うと思います。はい、サーブレットですね。知見があふれる方はぜひとも素晴らしい PSR7 の実装を作っていただきたい。いますか？
手を挙げてください。いない。なるほど、はい。で PHP なんてなんか最近誰も使ってないでしょっていう人が多いんですよ、僕に面と向かって。大変失礼ですね。家出で企業も使うし、まあ Facebook とかも使ってるの、まあまだ Facebook っていうの、もう Facebook 使ってないじゃんみたいなね。メルカリ様ですよ。いや拍手、ヤプシースポンサー様でもいらっしゃいますからね。まああとドラパーソンとサイトとか、これは違うんですけど、チャットワークはスカラに行っちゃったんで。まあツイキャスさんも使ってらっしゃるんですけど、 C で書いてるって言われたので、なかなか辛い感じもしますね。でもね、あそこも PHP ですよ。ご存知ですか、皆さん大好きなこれだ。知ってた。まあ PHP はね、スラックも使ってるんですよ。実際 API とかそこに全部 PHP 書かれてるっぽい。あれはあと Java のメッセージングサーバーかなを使って作られてると書いてありました。で今もあのそれはインデックス PHP あるので、まだPHP なんだと思いますよ。あのレスポンスもアパッチでしたしね。でまあいつか PHP 卒業する会社も多いと思うんですよ。でもね、グワッとものをグワッグワッグワッとものを作るのにはね、あの PHP はいいと思うんですよ。だからね、まあ負債って言っても負債がない言語って何なのか教えてほしいぐらいで、まあやっぱり負債があるとかあるわけですよ、負債ってのが。おー、拍手をいただいちゃいましたね。そして未来へ。PHP のデスロード感は先端で減ってきていて、しかしモダンの PHP がどこにあるのかっていうのは僕はいまいちわからないんですよ。だからあの今から PHP やる必要性があるのかっていう話に関しては、まあでもね、あの何を作る、何で作るかより何を作るかだと思うんですね、僕はね。ちなみに GitHub とか見るとですね、なんと PHP は不動の良い。これね、なんで4位なのってとか不吉感もありますよね。不動なのもおかしいし、まああと最近ちょっとね、あのいろんなベストプラクティスが高まりすぎて、ゆるふわピシパーとしては息苦しい感じもあるんですけど、まあやっぱりね、これはこれでいいのかなとは思っております。で質疑オートタイムなんですが、何かございますか。お、ないんですか。新平さんは、新平さんはないんですか。新平さんはないんですか。あ、ないんですか。今日ダンさんはいないのかな。去年質問してくれたんだけど。まあじゃあ、あの人は今話しますか。まあ、Facebook が使った PHP ランタイムなんですけれども、まあ、Hack っていうね、おしゃれな言語があったと思うんですよ。皆さん覚えてますか。いやー、早いといえば HHVM だったんですよ。ただね、最近 PHP7 に速度で並ばれてしまってですね、まあまだ PHP7 はステーブルが出てないんでね、あのこれからだっていう感じはあるんですけれども、まあ Hack って言語はすごいイケてるんですけれども、マジで流行ってなくて、 GitHub を検索すると、53個しか出てこなくて、なかなか悩ましいですね。まあ言語自体はね、進化してて、内蔵の HTTPD が戻ってきたりとかして、バージョンも順調にこう上がっていってるわけですね。まあなので、まあコミットも衰えたりはしていないですし、コミッターが逃げてるとかそういうのもなかったんです。僕はちゃんと見ました。怖かったんで。でまあ去年 HHVM が先鞭を切って、あの PHP 5.なんたらの、まあ、倍になったぞっていうのが、まあ私も言っちゃったんですけれども、まあ全道が本気を出したら、本気を本当いつから最初から出せみたいな感じがあるんですけど、追いつきまして、まあでも HHVM も今引き離すように頑張っていて、血で血を洗うベンチ合戦が行われております。で実際どっちが早いのかって話をすると、なんていうかベンチマークプロパガンダな感じになっていてですね、うん、これは PHP7 が早いですね。ヒップホップ VM が早い、こっちはまあヒップホップ VM が早いのかな、まあ、PHP7 で PHP7 で PHP7 で、これはヒップホップ VM を2倍ぐらい早いと主張しているわけですね。でこれはノンチューンだと PHP7 が多少速いことが多いです。ただあのチューンすると HHVM も速い。チューンというのはハック化をしたりとか、アウェイトを使ったりとか、要は HHVM が持っている機能を使っていくと、まあ、ちょっと速かったりするということをまあ主張されていると。まあでも 5.6 からの差を見ればね、大差はなかったりするんですよ。でどっちを使うべきかという話をするとですね、開発も本番も Linux で HHVM を使いたい人以外は PHP7 を使うべきなのかなというのが僕の今の感想です。なんでかっていうとですね、まあ HHVM が PHP に合わせたとしてもですね、PHP が HHVM に合わせる義理はないんですよ。
なので、まあ、いいところだけパクるっていう姿勢がどんどん見えてきてですね、なかなか、まあ、各種ツール ID とか C 拡張も本家は一番で、まあ、先ほどお話した通り PHP Storm は PHP 7をもうサポートしてるんですよ。で、かたや8個をサポートしている ID があるかっていうとちょっとないんですね。ありますかね、まあ、ちょっと僕は知らなかったびっくりなんですけど。あと今後の各のディストリビューションの標準のものも PHP だろうと思っています。あとですね、今 OS10 でねビルドできないんですよ。これ結構つるくて、ブリューとかにもねあんまり温かい感じしなくて、サードパーティーのビルドのあれはあんまりサポートしないよって書いちゃってて、イシューの方で読んだんですけれども、でまあ Linux でもね多少ビルドは面倒な感じがしていて、で8個を使うと流儀は PHP と違いすぎますしね。まあやっぱりね、皆さんだから PHP 使いますか、使ってますか。お、静かだなPHP 使うと人手を挙げてくださいよ。じゃあなんでそこでこう歓声を上げないんですか。乾杯。まあハックが ID のサポートを始めたらまあ使いやすくなるかもしれませんね。一応ハックの厚さを多少語っておきます。アシンクっていうのは、まあ、要は、まあ、非同期ですね。非同期のやつが MySQL とかメムキャッシュにあったりとか、なんとジェネリックスがある。タイプエリシングっていうのは、まあ、要はイントとかを、これはユーザー ID という数字であるみたいな感じでね、まあ、内容的にはイントだけれども違う型と指定できる。型大好きな人は知ってるでしょう。で、これ何て読むのかな、微妙ですけども、ファットアローにさらにイコールつけたやつでラムダが書ける。まあ要はコーヒースクリプトみたいなやつがこんな感じで書けるわけですよ。どうですか、おしゃれだと思います。おしゃれだと思う人手を挙げてください。あんまりおしゃれだと思われてないんですね。あでも新平さんは手を挙げたな。でまあ、素朴な PHP で書くとね、こういう素朴な感じのコードになるわけですね。でこれは PHP7 だと、まあ、こんな感じになるのかなと思うんですけれども、さっき言った通り、まあ、ゆずくでまあ型宣言が動かなくて結構厳しい。ヒップホップ VM の未来はどっちなんでしょうね。はい。まあとにかく皆さん PHP を使っていきましょう。 PHP はね進化を続けているんですよ。ありがとうございます。怖くないですよ。やろう PHP。 こちらから以上なんですけれども、何かご質問ございますか。はい、新平さんどうぞ。じゃあ僕ちょっと頭出しします。多分この話だろうなみたいな。偉いの話だろ。え、何。あ、いいよいいよ、言っていいよ。時間ない時間ない。ちょっと圧力を感じたので質問させていただきます。はい、はい、どうぞ、早く早く。ハックの方にはジェネリックスが入ってて、はい、そうするとかなり、なんだろう、すごい安心して型書いていけて嬉しいなみたいな感じが多分いろんな人が思ってると思うんですけど、はい、これが PHP7 じゃなくて PHP 本家の方に取り込まれるような予定とかそういうの、ロードマップ上にも、これはいつかやりたいよって前導が言ってるとか、そういうのっていうのがあるんですか。ない。ない。ない。なるほど。じゃああんま期待しない方がいい。しない。はい。大変よくわかりました。ありがとうございます。残念ながら、あ、理系の良さに回してください。名前言っちゃった。残念ながら、PHP は割と保守的というか、古臭い実装をすごい好むんですよ。そういうおしゃれなものを入れて誰が得するんだって、すごいこうメーリングリストでボッコボッコにされたりするんですよ。なるほど。そういうのを見てるとなかなか実装されないかな。あと実行前にチェックをするかどうかって問題がありますよね。あ、それを しているのがハックなんですよ。だけど PHP は多分しないと思うんですね、今後も。だからなかなか難しいんじゃないかなと思うんですけれども、皆さんが「ああハックこれ便利」って言ったら多分パクりますよ。こう声を上げていくとね、ああなるほど、あれがあればウケるんだなって言って、こうどんどん取られていく感じだと。はい、どうぞ。すいません。はい、はい、さっき HHVM の RPM レポジトリが提供されてないっていうのはどっかに書いてたんですけど、はい、HHVM の HHVM の CentOS 向けの、それは多分 PHP7、HP7 は HHVM の HHVM は、ごめんなさい、そういうのは書いたような気もするし、書いてない気もする。ビルドが辛いって書いてある。あ、ビルドは辛い。はい、ビルドは辛い。レポジトリがないって書いてたんですけど、はい、そうだとして、はい、そう
ありますよと。他かこれ知らないだけであるんですよ。いや、ちょっと待ってください。そんなこと書いたか、俺。あのね、これね、160枚あるんですよ。これか。あるんですけど。セントエスのセントエスビルドメンド、はい、バイナリー配布はあるんですよ、セントエス。え、5でもあるんですか。セントエス7で。あ、ダメですよ、そんなの。誰も使ってないやつじゃないですか。6もある。ごめんなさい、それは知らなかった。インド人の人が、なるほど。ボランティアを提供してくれてるんですよ。なるほど。それはインド人もびっくりって感じがしてまあでも、6からはある。え、6からはある。僕が見たのはセントエス7で。なるほど、誰も使ってない。まあでも、きっとね、今後増えてくれるんじゃないかなと思います。はい、あと他に質問はございますでしょうか。なければ、あ、本当ですか。H2O の話よりも重要ですか。いやいや、一件もちょろっと。はい。PHP のジェネリックスなんですけど、実は RFC が出ていて、はい、あ、出てますよね。出てますけど、 7.1 に入れたいなみたいなのも言ってるんですけども、まあ、PHP の機能の取り込みってみんなで投票してダメだったらダメなので、そうですね、多分今絶賛放置状態だと思います。以上コメントでした。そうなんですよ、ボコボコにされないと。されてますね。あと他に何かございますか。続きはウェブにすればいいので、どんどんこう私とコミュニケーションを取るというのをね、していただければ。あ、手がありましたね、素晴らしい。こうやってですね、本編でもどんどん質問してくださいね。トーカーは質問されると嬉しいんですよ。皆さんがなんかよくわかんないな、ポカーンみたいな顔してるのが一番厳しいんですよ。どん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 質問して場を温めるのが重要です。はい、どうぞ。はい、PHP6 って何があったんですか。PHP6 っていうのは何があったかっていうと、まあなんというか、文字コードの周りを頑張ろうとした結果、いろいろな美しいものを目指した結果、あ、これは実装しきれんみたいな感じがありまして、結局まあ UTF-8 が一番現実的な世界になってしまったじゃないですか。 Java とかはまあ16とか32とか使ってますけど、あそこら辺の取りまとめがなかなか辛いというのをかなと僕はまあ見ております。あとはまあそれをして誰が嬉しいのかっていうのがいまいち出せなかったんですよ、僕が見ていた限りだと。速度が速いとかそういうのあればね、よかったんですけど、まあ綺麗な設計とか PHP では誰も求めてないじゃないですか。やっぱり実用的でないようなことにすごく全力を傾けるというのには、みんなやっぱりモチベーションが湧かないというのがあったんじゃないかなと僕は思って見ていました。ただまあこれは割と僕の試験なので、もっといい人が、例えばドゥアキさんとか教えてくれるかもしれません。まあどうでしょう、他にございますでしょうか。さっき言ったでしょ、質問したらいいんですよ。お、ありますか、ないですか。あー、どん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 。言葉あ、そうですか、最後の質問してくださいって書いてあったんで言っちゃったら意味ない。あ、どうぞどうぞどうぞ。はい、PHP なんとかカンファレンス福岡でもうずらさん見たんですけど、なんでうずらさんってこっちの方が元気なんですか。それは多分なんていうか、まあジェットラグがあるみたいな。やっぱ海外じゃないですか、福岡って。海を渡っちゃったからさ。去年もね、あの人ね、無茶振りしたんだよね、俺にね。はい、他にございますか。こんな感じでどんどん質問した方がいいんですよ、本編でも。もし今年は、あ、そうなの、あ、終わりね、あと2分あるでしょ。おー、え、八王子そんなに時差あるんですか。福岡とはな。え、もう終わりなの。大丈夫です、あと1分。おい、どうぞ。こうやってどんどんね、圧力をかけてくる。言語の、言語の機能が投票で決まっていくっていうのが、ね、はい、それそういうような決まり方っていうのはどういうふうに。RFC ってサイトがあるんですよ。RFC.php.net でしたっけ。それをググってみるといいです。イエス、ノーっていうのがバーってついてて、なるほどって感じになって、割とね、ノーがつくんですよ。いや、なんかそうするとなんか一貫性がなかったりとか、なんかそういう可能性もあるじゃないですか。あ、もちろんどんどん流れます。だからみんな、だからみんなが嬉しいと思う機能だけを実装すればいいんですよ。美しさとかは二の次で、便利な機能があればいいと僕は思います。はい、じゃあ藤田さん的には OK ということ。あ、もう全然 OK ですよ。はい、分かりました。まあでもあの機能欲しいな。プロダクションの HTTPD とか欲しいな。そうすると自分でなんか
スレッドトレンドで盛り上げろっていう話になるんですかね。そういうのも欲しい。あれはでもどうなんですか。なんかそこら辺の人はメールウェイスに叩き込んだらできるんですか、投票とかって。できるはずらしいです。誰でもできるはず。ドゥアキさんありがとうございます。さすが。ありがとうございました。どうですか、以上ですか。以上ですかね。では PHP 漫談をこれにて終了させていただきます。ご清聴ありがとうございました。はい、皆さん、お疲れ。続きはウェブで。